チャールズ・ラップワースは、イギリスの地質学者である。現在は、オックスフォードシャーのバークシャーのヘディングダに生まれた。教師になる教育を受けた後、スコットランドに移住し、その地区で、それまで研究される、少なかった、化石植物の研究を行った。その後、熱心な地質調査と、市準化石を使った分析によって、シルルキの厚い地層と考えられてものが、より薄い堆積層が、 終局などで積み重なったものであることを示した。北ウェールズのカンブリア紀の地層と南ウェールズのシジュル紀の間に新しい地質年代、オルドビス紀を置くことで地質年代に関する長い議論に決着をつけたことで知られる。ラップワースは1881年からメイソン、エスカレッジで地質学の初代教授を務め、さらにバーミンガム大学で引退まで教鞭を取った。 1888年王立協会フェロー選出。1902年からロンドン地質学会の会長を務めた。ラップワースに関する論文はバーミンガム大学に収集され、ラップワース博物館が同大学によって維持されている。博物館のアーカイブには、ラップワースの研究や教育に関する極めて完全な記録が保管されている。ありがとうございます。